1866年、日本への出発前の顧問団。中央が団長のシャルル・シャノワーヌ。前列右から2番目が、ジューロブ・リュネ。幕府不評の朝連風景幕府のフランス式、騎兵顧問団による訓練風景フランスの軍服を身につけた徳川義信。1867年頃、第一次フランス軍事顧問団は西洋式陸軍の訓練のために、 日本に派遣された最初の顧問団である。顧問団の一部は明治政府成立後も幕府側に加担し、母親戦争に参加した。黒船来航後の安政元年には、老中の安倍正宏による改革で、軍政改正係が置かれ、幕府は軍の近代化に手をつけた。井伊直弼が大老に就任すると、西洋式軍備の導入は一時停滞したが、文久2年、 幕府の軍政改革で対外防衛と国内体制維持を目的として幕府陸軍が創設された。しかしながら海軍が安政2年7月に設立された長崎海軍、伝習所においてオランダ海軍軍人の直接指導を受けていたのに、対し陸軍は西洋式装備は導入したもののオランダ陸軍の装典類の翻訳に基づく訓練に止まっていた。 慶応元年うるー5月、外国武行、柴田武中が、フランスイギリスに派遣される。薩摩藩との関係を強めつつあったイギリスとの交渉には成功しなかったが、7月に、フランスに入った、柴田らは、フランスとの横須賀造船所建設と、軍事協連に関する交渉を行った。顧問団派遣は、ナポレオン三世の承認を受け、外務大臣ドルーアンドリュイスが、 フランス政府の同意を伝えた。古文団一行は1866年11月19日にマルセイユを出港、慶応2年12月8日に横浜に到着し、中日フランス公司レオン・ロッシュとフランス東インド艦隊司令官、ピエール・ギュスター・ブローズ提督の歓迎を受けた。陸軍大臣、ジャック・ルイ・ランドンの権限で選ばれた古文団は各分野の専門家からなる士官6人。 歌詞官兵9人の15人で、団長のシャルル・シャノワーヌ参謀隊員が率いた。あとに4人が追加派遣され、総勢19名となった。顧問団団,団長士官歌詞官兵、横浜到着翌日の慶応2年12月9日から、軍事顧問団は、大田村陣屋で幕府のエリート部隊である、伝習隊に対し、公兵、騎兵、不評の参兵の軍事協連を開始した。 伝習隊は最新の装備は有していたものの、陸軍所から公募で集まった旗本らし分はともかく、兵士は、バクトヤクザ、クモスケ、馬帝、引ケしなどの江戸のブライノ島を長母して編成されていた。しばらく訓練を行った後の3月には、シャノワーヌは、憲白書を提出しているが、そこには、兵士の基礎体力の不足と、 馬の取り扱い能力の不足が指摘されており、特に騎兵に関しては、優先順位を下げて、不評、砲兵へ重点を置くべきことが指摘されている。慶応3年3月末、シャノワーヌは、大阪に赴き、ロッシュと共に3月27日と28日の2日間、将軍、徳川義信に謁見した。ここで、シャノワーヌは、 幕府陸軍の大規模な改革の必要性などについて述べた。これに対し吉信は江戸において陸軍総裁松平常墓から受けたまあること、必要経費は勘定奉行より支給すると回答している。その後、幕府陸軍は大幅な組織改革を行い、9月には古問団は横浜から江戸に移り、教練を受ける兵員数も増加した。教練の成果に、 幕府も満足し、慶応3年9月23日には、陸軍武行の石川総監と浅野氏、優の連名で、シャノアーヌにあてて感謝状が送られた。しかしながら、翌10月の大政奉還、慶応4年一1月の母親戦争勃発により、軍事顧問団の継続は不可能となり、訓練の期間は1年強に止まった。顧問団と、本軍人物にカーソルを合わせると名前が、 表示され、クリックでリンク先に飛びます。慶応4年に1月19日、ロッシュは、江戸城で、徳川義信と会見し、再度の挙兵を流したが拒否された。1月25日には、エーミーランヒロシに、フランスも加わった6カ国が、母親戦争に対する局外中立を宣言した。このため、軍事顧問団は3月には、江戸から横浜へ転居した。さらに、 明治政府が成立すると、古文団は日本を離れるように直命によって告げられた。しかしながら、ジュールブルネ大尉と部下のカズヌーブ後長は、イタリア公支度で催された芝居の混雑に紛れて、脱走、慶応4年8月19日には、旧幕府艦隊に合流して、仙台に向かった。さらに仙台で、ホルタン、マルラン、ブッフィエの3人が加わり、 彼ら5人は日本に泊まり、旧幕府を支援することを選んだ。なお、ホルタン、マルラン、ブッフィエの3人は、イタリア人商人、ジャーコム・ファル・ファラがチャーターした英国戦績の商船、ガウ・チョ号で、仙台に渡ったことを伝える資料が残されている。旧幕府軍が函館を占拠すると、ブリュネは、江戸幕府の海軍副総裁であった、江本武明を総裁とする江戸共和国の創設を、 支援した。また陸軍武行の大鳥圭介を補佐して、函館の防衛を軍事的に支援した。陸軍の不評部隊は4個の列紙マンから構成され4人の歌詞官がそれぞれ指揮を取った。なお、ジャーコム・ファルファラによれば、ブリュネは1868年12月時点で、天皇政府は近いうちに徳川軍によるエゾ島の占領を許すに相違ない。なぜなら、その地を徳川軍に、 まま、争奪する十分な軍事力を有しないからという、楽観的な見通しを語っていたという。明治2年4月9日、新政府軍は、北海道に上陸、5月11日五稜郭に立てこもる、函館政権軍に対し、明治新政府軍の総攻撃が開始され、五稜郭は、陥落、5月18日総裁、江本武明は新政府軍に投降する。 ブルネラ・フランス人らは、榎本の勧めに従い、総攻撃前の5月1日に、函館港に停泊中のフランス船に逃れた。なお、母辰戦争には、軍事顧問団の脱走者5人に加え、さらに5人のフランス人が、函館で、榎本軍に参加している。フランス海軍の士官候補生であった、アンリ・ポール・イッポリット・ド・ニコールとフェリックス・ウジェー・ヌコ、ラッシュの2人は、 横浜に停泊中のフランス軍艦から脱走した。さらに、元フランス海軍の水兵で、横浜に住んでいた、クラトウ、元陸軍軍人だったらしいトリポー、横浜在住の商人、オーギュスト・ブラディエが加わった。このうち、ニコール、コラッシュ、クラトーの三人は、都湾海戦に参加し、コラッシュは捕虜になった。この時、幕府側が取った、皇鉄への切り込みによって、 これを脱取するアボルダージュ戦術はニコールの発案であった。脱走したブルネは裁判にかけられたが、間もなく不仏戦争が勃発したため、軍に復帰した。また、脱走を1ヶ月間も報告しなかったシャノワーヌも管理責任を問われた。しかし、両人ともその後は出世し、シャノワーヌは陸軍大将、陸軍大臣となり、 ブリュネも彼の下でフランス陸軍参謀総長にまで上り詰めている。デュブスケはフランス公使館の通訳として明治後も日本に残り、その後、兵部省、サインに採用され親とい外国人となった。日本政府との契約が満期完了した後もフランス領事として日本に泊まり、1882年6月18日に東京で死亡した。日本人と結婚し、 子孫は日本に帰化し、その経図は現在も続いている。マルラン、ホルタン、ブッフィエの家詞官3人も兵部省に雇われ、マルラン、ブッフィエは日本で死亡した。ブッフィエは日本人と結婚したが、息子はフランス国籍であったため、第一次世界大戦でフランス軍に徴兵されている。カズヌーブも明治に再来日し、軍馬の改良に努めたが、任期途中で、 日本で没した。グッチグは日本人へのご先祖の指導での講師となり、その作曲作品は維新後も陸軍軍学隊を中心に引き継がれ、西洋音楽需要の大きな力となった。ありがとうございます。